はい、ロータスラジオ始まります。この番組は仏教やマインドフルネスを面白おかしく紹介しちゃう番組です。皆さん今日も楽しんでってね。隙間時間に行う日常動作の瞑想、はい、日常動作への気づきっていう瞑想法を、はい、ご紹介してるんですけど、はい、今からは具体的に、どんな、プラクティスが隙間時間にぴったりくるかなっていうことを紹介していきたいと思います。はい、3つ今回は挙げさせていただきたいと思います。はいはい、1つ目が、通勤通学の途中の歩く瞑想、うん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 、2つ目が歯磨きの瞑想、歯磨きの瞑想、はい、歯磨きの瞑想、うんうん、3つ目は食後の 2,3 分の短い、うん、消化を助けてくれる瞑想、うん、この3つを、うん、3つ、はいはい、今回は取り上げて紹介したいと思います。はいはい、まず通勤通学の途中の歩く瞑想、これは直樹くんも実践されてるんですか？これは実践してましたね。あ、今は家で仕事することが多いんですけど、はい、まあ過去出社するときとかは駅までの間とか、うん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 、じゃあ駅降りてオフィスまでとかはよくやってましたね。うん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 、そうですよね。まあ、取り入れやすかったっていうのが一番の印象ですね。そうどうせ歩くんで、そうなんですね、その間、ね、どうせ歩くんで瞑想しようがしまいが歩くのはもう、はい、必要だもんね。そうなんですよ、歩かないと目的地つかないんで、つかないんで、はい、じゃあやるかっていう、うん、それが形で取り入れました。いいですよね。ありがとうございます。これ日常動作の気づきの瞑想のいいところは、うん、どうせやらないかんですよ、うん、そうですね。どうせお風呂入らないかんし、はい、どうせ通勤しないかん、はい、いうところをただ瞑想にしていこうっていうだけなんで、うん、別にもう一個時間を瞑想の時間っていう特別なものを作ってる、うん、わけじゃなくて、わけではない、ただ やらなきゃいかんことに、うん、プラス、うん、瞑想っていうレイヤーというか、うん、ファクターをこう、うん、追加してるので、はい、プラスにしかならんのですよ。そうですね、何か奪ってるわけじゃないから、うんうんうん、だからすごいやりやすいし、うん、いいなと思う、はい、まあ、なんだ悟れますから悟ったこと言いますからね、はいはい、悟れますから。究極これさえ極めれば悟れるってことですね。通勤と通学の歩く瞑想をまあ、マキューレジェンドになるね。レジェンドになりますね。通勤と通学で悟ったみたいな。通勤と通学で悟った。でもいるじゃん、通勤と通学の時間だけで東大入学しましたとか。ああ、なんか話聞いたありますね。通勤と通学だけで弁護資格取れましたみたいな。なんか的な究極出ましたみたいな。仏教ノウハウ本を通勤と通学であなたも悟れるみたいな。出せちゃう。その可能性はありますか。はいはい。面白い。そうなんですよ。これ。まず歩くっていうそのものがまず体にいいと、はい、あ、そもそ もうこれ当たり前だよね、うん、もう耳たこだよね、うん、ウォーキングは体にいいですよ、はい、もうコロナになってから特にウォーキングしてる人だらけですもんね、うんうん、多いですね、はい、まあ、もう老人でもいいし若い人でもいいしもう誰でもウォーキングはいいよっていうのは、うんうん、もうこれはね本当それこそ Google 先生に聞いてもらったら無数にエビデンスがあります、はい、うんうんうん、もう私が言うまでも、ね、言うまでもない、うん、でそこに加えてですねちょっと面白いなっていう調査っていうか、はい、精神科医の先生がですね、うん、話されてたんですよ、はい、樺沢紫音先生っていうものかな、うんうん、樺沢先生という精神科医の方がですね、はい、歩く際ウォーキングの際のこう、うん、こうしたらもっとウォーキングの効果が得られるっていう提案をされて、うん、はい、まあ、インターネットのインターネットのサイトに載せていただいてるんですけど、はい、そこに面白かったのがウォーキングの際は音楽などは聴かず、うん、歩くリズムに集中するって言ってるんですよ、うんうんうん、集中これ結構いますよね。ウォーキングはするけど、うん、ウォークマンとか、うん、iPhone とかで音楽聴きながら歩いてます。ついやっちゃいますね。でも、うんうんうん、ジョギングとかでも、うん、まあ、音楽聴いてる人が大多数じゃない、うん、ほとんどじゃないですかね。ですよね。まあ、それはそれで別にウォーキングそれを聞いてると、まあ、歩きやすいっていうのはそれいいんだけど、うん、瞑想の観点ではあんまり良くないんですよね、うんうんうん、瞑想だったら集中しなきゃいけないんで、うんうんうん、歩くなら歩くときに集中するんですよ、うんうんうん、で、例えばマハーシ式ヴィパッサナー瞑想の歩く瞑想だったら、はい、右足を進むときは右ってこうラベリングをして、うん、左足のときは左、はい、で右左右
左という形で、歩く瞑想をしていくんですよね、はい。まあ、他にもいろんな、もうブッダブッダって言ってくる方法とか、はい、で別にもう 1,2 でも最悪いい、うんうん、1,2,1,2 でも、うんうん、要はその言葉って何でもよくて、うん、その自分が今歩いてるってことに気づく、うん、はい、歩く時って結構景色に目を奪われたり、うん、なんかそれこそ計画しちゃったり、はい、あれどうなってるのかなとか、うん、いろんなこと気になるんだけど、はい、そこにフォーカスするんじゃなくてこの今歩いてるっていうこの歩く動作そのものにフォーカスしていくのが、まあ、歩く瞑想なんだけど、うんうん、ってなるとウォークマンとか音楽を聴くと、うん、そっちに気がいっちゃうんで良、うん、くないんですよね、はい、だからもう瞑想中は、まあ、音楽は聴かないって、まあ、これは基本なんだけど、はい、うん、この先生は別に瞑想の先生じゃないんですよ、はい、精神科医で、うん、ただウォーキングが体にいいっていう、うん、体にいいウォーキングのことを喋ってるんですよ、はい、でその先生が音楽は聴かない方がいいって言ってるんですよ。うーん、面白いなと思って。一緒ですね。そうなんです、言ってることが。あれ、瞑想以外にも音楽を聴かないってことが、はい、まあ、健康上としてもいいんだっていうのが私にとっては今回発見だって。なんでかっていうと、はい、これがね、幸せホルモンと関係あるんですよ。あ、よく最近聞く有名な幸せホルモンさん。幸せホルモンさん何ですか？セロトニンさんじゃないですか？セロトニンさんですね。セロトニンさんですね、はい、よく昨今有名ですよね、はいはい。セロトニンさんはどうやら脳の指揮者と呼ばれてるらしいです、はい。それを初めて聞きました。私は知りませんでした。脳の指揮者、うん、なんか脳の中でこう指揮、こう指揮棒を振ってるみたいなイメージなんですかね、はい。リズムを取ることで分泌されやすくなる。そういうことか、うん、だから音楽が入ってると音楽のリズムに、まあ、乗ればいいのかもしれないんだけど、うん、音楽のリズムと歩くリズムがあるじゃない、うんうん、そうするとリズムが2つになっちゃうんですよね、はい、うん、そうするとうまくリズムに乗れない。乗れない。だったら歩くっていう歩くリズムの方に乗ってあげる、うんうん、でさらにこの先生が言うのは 1,2 とか言うと、はい、さらにリズムが生まれやすくなって、うん、セロトニンさんがガンガン出る。ガンガン出ると。へえ。で結果幸せホルモンなんで、はい、当然幸福度が上がっていくと。上がると。体にもいいのはもう当たり前、うん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 、ウォーキングが、うんうん、さらにそれに付け加えて幸福度が上がる、うん、精神衛生上も良くなる、うん、っていう効果が2倍に得られる。2倍に得られる、うん、めっちゃいい。めっちゃいい、はい、さらにこの手法がほぼほぼ瞑想、うん、1,2 を右左に変えたら、うん、もうそれビパッサナー瞑想ですから、うん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 、めっちゃ簡単ですよね同じですね、はいはい。じゃあ健康に、体に健康にいい、幸福度も上がる、さらに瞑想実践のプラクティス、うん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 、第3段目のレイヤーを足せば、はい、一石三鳥なんですよ。確かに、どうせ歩くし。そうなんです。お、どうせ歩くならもう歩く、そう、ね、その効果を最適化、最高化してやった方が、はいはい、そうですね、どう見ても得じゃないっていう提案が、うん、この通勤通学の途中の歩く瞑想、はい、うんうんうん、なんですよね、はい。これはもうぜひ実践していただけたらなと思います、はい。隙間時間に行う、はい、日常動作の瞑想、はい、2つ目、歯磨きの瞑想。歯磨きの瞑想、歯磨きの瞑想です、うんうん、はい、うん、聞き慣れない瞑想だと思いますけど、うん、僕はやったことないです。やったことない、はい、そうですか。はい、あれ、直樹くんはタイのプラムビレッジに行ったことありませんでした？プラムビレッジ行きました。1週間、行きました。2年前、はいはい。歯磨きの瞑想してませんでした？してたんですかね気づかなかったかもしれない。それに気づかなかったかもしれないです。歯磨きの瞑想の時間っていうのはないんだけど、だいたい私だったらフランスのプラムビレッジに行った時は、はい、寮みたいなところに住んでたんですね、はい。で、その洗面所に行くとこう、まあ、ちっちゃい紙が貼ってあって、はい、そこに歯磨きの瞑想の勧めというか、はい、後で紹介するんですけど、歯磨きをするときに、この詩みたいな、ね、短い詩を読んで、はい、歯磨きの間マインドフルになりましょうっていうのが貼ってあるんですよ。それなかったですねなんか僕なんか参加者多すぎて、はい、キャンプみたいな感じだったんですよ。テントだった。テントやったんで、テントの横のなんか水道
本当に水道だけある水道でやってたんで、だから気づかなかったかもしれない。はい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 、あのフランスでもそれするとかありました。あ、そうなんですね、はい、私はちょっとブルジョワな感じで。いや、めっちゃいいじゃないですかもう本当に嫌でしょもん余談ですけど。いや、あのテント暮らしの人はなんかいいな、なんかアウトドアな感じで。いや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 、分かったよ。だって普通にテントに2人で寝てましたからテント2人。そうです、1人じゃないですよ。友達じゃないです。そこで初対面です。そこで初対面で、その2人で1週間ですよ。いや、めっちゃ仲良くなるじゃない。いや、まあ、仲良くもなりましたけど、はい、いや、それいいじゃないですかちょっと余談でしたが、はい、そう、だから僕はちょっとまだ歯磨きの名所と出会ってなく、そうか、今日初歯磨きの名所と出会いました。あの歯磨きの瞑想っていうジャンルがあるわけじゃないんだけど、はい、でもあの割と歯磨きするときってあのいい時間なんですよね。これもさ、歯磨きもさ1日絶対するよね、まあ、そうですね、まあ、少ない人は1回、うん、多い人はまあ3回ぐらい、まあ、もっとする人もいるかもしれないけど、うん、私は基本食後にするタイプ派なんですよ、うんうんうん、じゃあまあ2回なり3回なり2回なり3回なり、なんかもう口があの納豆とかカレーとか食べた後、なんかずっとあのその濃い食べ物が口に残ってるのがあんま好きじゃないんで、うんうん、はい、食べたら基本すぐ歯磨きするタイプなんですよ、うんうんうん、はい、で、あのその時に、まあ、その習慣を始めたぐらいの時に、うん、これどうせだったら瞑想にしてみたらいいんじゃないかなって思いついたというか、はい、あのティクラタンさんとかも歯磨きの瞑想ってそういう詩を作ってるぐらいだから推奨してるんだけど、うんうんうん、まあ、私たちもあんまりやってこなかったんですよね、うんうんうん、でも1日3回あるから、これはもう使った方がいいかなと思ってしだしたんですよ、うんうんうん、はい、でもう一個、その時私虫歯になって、虫歯になったからそれ始めたんですよ、はい、だんだん30、35も超えてくると、はい、まあ、歯も弱ってくるで虫歯になり、虫歯になるし歯も悪いし、はい、あの歯茎も、はい、歯茎磨くの知ってた？初めて聞きました。知らないよね、はい、これ教えてもらったのか素通りしてたのか分かんないんだけど、はい、その時言ってたのは歯茎も磨かなきゃいかんのですよ、歯医者さんにね、はい、言われたんですよ、はい、え、そうなんですかみたいな、うんうんうん、歯茎磨かないとどんどん歯茎退化しますよとか、歯槽膿漏になりますよって言って、はい、で私言ったんですよ、え、でも歯茎磨いたら血出ますよねっつって、はい、いや、だからあの柔らかい歯ブラシ使うんですって。あ、それで柔らかめってジャンルがあるんだみたいな。なんか私若い時は硬いの好きだったんで、僕も硬いの使ってますね。硬いのでガツガツ磨くの好きじゃん。なんか綺麗になってる感がするというか、磨いてる感もあるしね。磨いてる感めっちゃありますね、うん、でも多分気づかないと思うけど、その横に硬めのところに普通、そして柔らかめありますね。ありますあります。それも見ます。使ったことある？柔らかめないんですね。でも使ったら分かるけど、え、こんなんで磨けんのみたいな感じの柔らかさなんですよ、はい、うんうん、これが多分普通かちょい柔らかぐらいなんだけど、うんうんうん、で柔らかめなんでやるかっていうと、歯茎を磨くためにあるんですよね、うん、で歯医者さん言ってたんですよ。僕別に歯医者じゃないんで。そうな、はあ、でそれはやっぱりもう優しく丁寧にゆっくり磨かないと当然血出るんですよね、うんうんうん、あの歯茎そうですね、ガリガリ磨いたらあのいや怖い怖いやばいらしいですから、はい、それで病院行った人見たこと知ってますから、はい、歯茎はいるらしいですよね。歯茎も歯の勢いで磨いてたらしいです、ね、はい、うわー絶対ダメでしょ。血だらけになって歯医者行ってましたから、歯茎は確かに磨かなきゃいけない、はいはい、でそのためにあのこれも教えてもらったんだけど、あの鉛筆持ちするんでね、歯ブラシを。歯ブラシってこう持ってるじゃん。あ、持ってます。男は特にさ、はい、こう持ってガリ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 いくじゃん、はい、でもダメなんだって。ダメなんですか、うん、これ歯茎も傷つけるし効率良くないんだって。ちゃんと歯医者さん曰く、この鉛筆持ちでこうやって歯ブラシをするって。うーん、で逆はどうするのって言ったら、逆鉛筆みたいな感じで持って、あー、こうやって逆鉛筆いくんだって。へー、めっちゃ面倒いでしょ、うん、めっちゃ面倒いなって思ったんで、はい、これ瞑想にしようと思ったんですよそういう発想だったんですね、うん、多分これを歯の健康のためだけに、この面倒くさい作業は俺にはできる、はい、あー、じゃあ瞑想っていう意味を加えたらできるかなっていう。瞑想って意味加えたらゆっくりでもできるし、あー、なるほど、この面倒くさい動きも、まあ、瞑想なんだと思ったらなるほどできるなって言って、はい、おー、そういうちょっとそういうきっかけだったんですね。プラクティカルな理由もあって、はい、この歯磨きの瞑想を取り入れたんですよ、はい、で
それがめっちゃ良かったんですよ。歯磨きなんで5分もかかんないんですけど、はい、まあ、リズムになるんですよ、うん、1日2回ないし3回必ず瞑想できる、うん、短くても、うん、はい、それがなんか自信につながってくるんだよね。今日はよくあるじゃん、今日は1分も今日は1回も瞑想できなかったみたいな、はい、人って結構聞くんだけど、はい、聞きません？聞きます、うん、でも歯磨きの瞑想してたら最低1回絶対してる瞑想確かに、じゃあ1日にしない日がなくなるっていう、そう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 、それが自信につながってくるんですよ、はい、で、あの瞑想も楽しくなるし、うんうん、自分の自信でこうどんどん上達が、うんうん、あの実感としても瞑想いいなっていうのが感じられやすいんで、はい、うん、そういう意味でもいろいろおすすめ。なるほど。で、こうもうやり方は簡単、こうやってもう鉛筆持ちして歯ブラシをすると、すると歯ブラシをして、うんうん、で、例のラベリングを使った方がいいかもしれない。磨く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 。って言って、で、普段は俺が磨くみたいな感じで、で、俺が磨くってやってるからこうなってるんですよ、みんな。うんうんうん、俺が歯をきれいにするみたいな。うんうんうん、俺がみたいな感じですよ、はいはい。この俺がは瞑想ではあんまりよろしくないよね。うんうんうん、エゴってのはあんまりよろしくないんで、はい、それは一旦捨てようと。この俺がスタイルを捨てて、もうこの鉛筆スタイルを捨てて、はい、もうこの磨く動きに任せるみたいな、はい、うん、任せましょうと。それなんで歯磨けんのかなみたいな、うん、上下左右奥、うん、でまた向きも変えなきゃいけないから、はい、いろんな作業が必要で、うん、こんなんできるんかなと思ったら、うん、これ意外にできるんですよ。へえ。なんでかっつったら、体の洗う時も一緒なんだけど、うん、洗ってないとかあったら気持ち悪いじゃん、うん、で自然にここまだ洗ってないから、うん、ここ洗いたいなってなるんです。体は自然になるんだよ、はい、これ体洗う時に瞑想してもらったら、はい、多分実感できると思うんだけど、はい、姿勢とかも一緒なんだけど、うん、こっち伸ばすと手が上がるとか、うん、まあ、連動してたり、はい、でこの洗ってないところには自然にタオルが行くっていうのが、うん、まあ、これ現象としてあるんだよね、うん、まあ、人間の機能なんだよもうこれ体の、はい、うん、だから体にはそういう機能があるんだから、もう任せて OK、うんうんうん、磨くって言ったら自然にこうやって歯磨きこっち行くわ、左の方に。で左終わったら下行ったり、はい、下終わったら裏行ったり、はい、これは自然に起こるから、はい、この体にお任せするっていうのを、うん、この歯磨きっていう何気ないところでちょっと体験してほしい。なるほど、面白そう、はい、これが、仏教の究極の真理の3つのうちの1つにつながるんですよ。はい、わかります。え、あれですか、無我。そうなんですよ。悟り、悟りって何って言ったら、まあ、悟りの大きなもの3つなんですけど、はい、まあ、苦しみっていうね、この世は苦しみであると、はい、悟る、はい、そして次はこの世は無常である、無常、常に変化すると悟る、うん、で最後はこの世に自分がコントロールできるものなんて何もないっていう、うんうんうん、これ無我って言うんだけど、その無我をなんとこの歯ブラシで悟れちゃうんですよ。面白い。すごいでしょ。じゃこれでも悟れるわけですね。そうなんです。この瞑想でも悟れる。俺が歯ブラシしなきゃいけないと。すごいよこれ。この全部組み合わせたらやばいことになりますね。全部組み合わせたらやばいよ。3回ぐらい悟れちゃうからね。うわー、これでもモチベーションになりますね。なんか、なんかこう瞑想をやろうってなる、うんうん、まあ、冗談で言ってるけどでも本当なんだよ。そうですよね、うん、ブッダも言ってるからね。そうですよね、うん、実際言ってましたもんね。実際日常動作のどんなやつも瞑想すると、うんうんうん、で悟れるっていう実例もお経に載ってる。あ、でも面白い。そういう発想だと本当日常生活のどこが置き換えれるかっていう工夫というか、そう、なんかアイデアも湧いてきそうですし。そうなんですよ。なるほど。で、まあ、多分現段階でな、歯ブラシで悟れるって宣伝してるお坊さんは多分世界に10人いるかいないかでしょうね確かに、はい、いやすごい、あれすごい主張ですね歯ブラシで悟れます。まあ、私まだ悟ってないから何とも言えないけど、はいはい、でも、まあ、でも一応残っとる。ブッダは言ってると、はい、エビデンスも一応なんかお経に書いてある、はい、お経としてはいけるわけですから、はい、っていうところは言えるんで、はい、やってほしいんだけど、はい、あとね、姿勢を正すのが大事で、これ変だと思われると思うんだけど、はい、オフィスで歯ブラシする人はちょっとできないかもしれんけど、家で歯ブラシする人は、はい、今私正座してるんだけど、ぜひ地面に座って歯ブラシしてほしい。それはまたなぜ、なんでかっていうと、地面に座ってやった方がいいんですか。歯ブラシ普通に立ってこうやって洗面器のうちにこうやってやってると腰曲がってんだよ、うん、腰曲がってたら
あの集中力って著しく奪われるんだよね。え、曲がってるだけでですか？そうなんですよ。あのどんなヨガでもいいよ、座禅でもいいよ、はい、まあ、精神集中系のなんか、はい、プラクティスのところに行ったら、はい、大体一言目には背筋を伸ばし、そう、背筋を伸ばして、絶対それでスタートしますね。絶対スタートするよね。 100% それですね。背筋を伸ばして力を抜いてって、え、どっちやねんみたいな。でも確かに背筋を伸ばし、はい、言わないことないですね。言わないことはないんですよ。あ、そういうことか。それって理由があるんですよね、はい、背筋を伸ばすと、まずなんか背筋が伸ばすと本当に心も自然に準備ができて、うん、あのこの観察する、うん、瞑想するっていう体制が整うんですよ、はい。まあ、これ詳しくはね、あのときめく、うん、人生を変えるときめく星座っていうのをやりましたね。ふざけた企画もやってるんで、はい、そちらをご視聴いただいて、はい、ぜひご視聴いただきたいんですけど、はい、背筋を伸ばすと本当に心が整って、で瞑想観察をしやすくなるっていうのは、もうこれはもうやってたら、あの比較したらもう明らかに分かるんで、あのこれはもう本当だとしか、体験から言えるんで本当だとしか言えないです。だからこうやってあの洗面台に持たれてこうやってガーって鏡見ながらやると瞑想にはやっぱなりにくいんですよ。だからちょっと変だと思うけど、あのみんな洗面器の前になんか床にマット敷いてますよね、大体。洗面器汚、洗面器が水が散るじゃん、うん、水が飛び散るからさ、うん、あの洗面台のマットみたいな、ちょっと、あ、洗面台の前にですね、そう、あ、キッチンとかもあると思うけど、はいはいはい、ちっちゃいマットあるじゃん、はい、あそこにちょっと正座してみよう。あそこに正座するんですか？おかしいかなって思うかもしれんけど、はい、ちょっとあそこに正座してみよう、うんうんうん、で正座が嫌だったらこういう座布とか持っていったらいいんだけど、はい、ちょっとそれはさすがにやりすぎかなと思ってるわざわざ歯磨きの、ね、まあ座布持ってると少ないし、はい、歯磨きのために座布を持ち出すっていうのは、はい、座布でもいいんだよ、座布でもこれを使ってもすごく背筋が伸びるんだけど、はい、そこまでするのはもうしんどいっていうか、うんうん、なんかせっかく気軽に瞑想できるっつってこれやってるのに、はい、なんか座布がいるんかって言って、ね、より面倒くさくなるから、うんうんうん、もう今あるもので、はい、今多分洗面器はあって歯ブラシはあって床にマットは敷いてあるわ、うん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 、ならもうあとはそこに座るだけ、うん、これ変だと思うけど、うん、変だと思うけど効果あるんだ。へえ、そうなんですね。やっぱ正座して、はい、あの私がお伝えしたもうときめく正座の、はい、ときめく正座の手法で、はい、お尻にちょっと力は入れて、はい、おへそを前に出して、顎を少し引いて、はい、頭をボーリングの球だと思って、うん、そのボーリングの球をこう体の筋、体の線にちょこんと乗せて、うん、はい、でこれでまっすぐになると、うん、この姿勢で鉛筆もして歯ブラシの瞑想をするんですよ、うん、磨く磨く磨くって。そうするとすっごい進む瞑想、うんうん、で長くできません、はい、なんでかっていうとこうやって歯磨き粉をつけます、はい、そうすると当然溢れてくる、溢れてくるあの、うん、長く絶対できません、はい、だから洗面器の前で座ってた方がいいです、はい、わざわざ、はい、部屋にこもってやる人ないと思います。なるほど。洗面器持ってあの前でこうやってたらぐちゅぐちゅしてたら、うん、もうどんどん吐きたくなるので、はい、あ、もう吐き、そしたらこれもまた変化なんですよね、うん、これも一つの瞑想の対象で、はい、あ、吐きたくなる、吐きたくなった、吐きたいって言って、うん、吐きたくなると自然にこう体がこうふーっとこう起き上がってきて、ね、で、あの洗面台の前に行ってベーってこう、はい、吐く動作に移るんですよ、うん、勝手に。ただ吐かないと とんでもないことになるから、ね、確かに、うん、だから自分であえて立とうとかしなくても、はい、これ面白いですよ。自分であえて立とうとしなくても、どんなに体が疲れて立つの嫌だなと思ってても、うん、ここにいっぱい歯磨き粉溜まってたら自然に立ちますから。だからそういう意味でも無我を悟れるということですか。そうなんですよ。そうなんですよ。面白い。そうですよ。こういう一連の観察ができて、なるほど、めちゃめちゃ面白い。面白いですね。はい、超おすすめ。うん、なんで歯磨きの瞑想。歯磨きの瞑想。やってみてください。やってみます。はい。隙間時間に行う日常動作の瞑想。はい。いよいよ3つ目、3つ目最後の瞑想になります。はい、最後はですね、食後に行う 2,3、うん、分 の、このお腹、消化にいい瞑想でございます、はい、うん、はい、食後って瞑想に向いてましたっけ？いや、向いてないはずでした。ですよね、最初のお話では。ですよね、はい、
食後って、エネルギーが要は消化に向かっちゃうんで、はい、眠くなるし、はい、集中もできんし、はい、あんま良くないと言いました。だから食後はメソに良くないんだよ、うん、ただそれがおすすめのこの3選に入ってくるんですか。はい、3選入ってきます、うん、なんでかって言ったら、はい、これのメインのテーマは瞑想っていうか、うん、消化を助ける方に消化を助ける、はい、うんうんうん、食後ですね、みんなどう過ごされてます。ゆっくりする。どんな姿勢で。横になってですよね、はい、よく子供の頃言われませんでした、はい、食べた後寝てると豚になるよみたいな。めちゃ言われてましたねみんな言われてますよね、はいはい、で、まあ、あれってなんか迷信なのかなって思ってたら、はい、意外になんか根拠あるみたいですね、うん、へ、食べてすぐ横になるのは良くないらしいです、健康に。うん、てか消化に良くない。だからやっぱり食べてしばらくは運動も良くないんだけど、はい、かといって横にゴロンと完全になるのも良くない。でしばらく姿勢を正して、うん、なんていうかステイというか座ってるぐらいのがちょうどいいらしいんですよ。あ、それももう研究というかもう明らかにされてる。これ僕ちょっと Google 先生にお願いして頼んでなかったんで、科学的エビデンスはないんですけども、さっき私のインドのヨガの先生はそう言ってた。そうなんですね。し、私自身がこの食後の消化を助ける瞑想っていうのを始めてすごいね調子よくなった。やっぱ変わったんですね。うん、便通がまず良くなったね、はい、今まで食後すぐゴロンってしてたら、はい、トイレ行きたくならなかったんですよ。でもこれやったらもうほぼ100発100中ぐらい行きたい時は、はい、もうこれやって2、3分もう1分ぐらいでトイレ行きたくなる。そんな速攻性があるんですか。速攻性あるね。だから便秘とかで苦しんでる人も、はい、ぜひやってほしい。あ、じゃあこの瞑想をやれば、うん、だからこれは瞑想、集中瞑想じゃないんだよね、うん、集中するっていうのが目的じゃなくて、うんうんうん、どっちかっていうとこの食後、はい、ちゃんとこう過ごして、うん、消化を助けて、はい、まあ、健康に過ごすっていうところがメイン、はい、でそれに加えて、まあ、一応瞑想要素もあるんで、はい、それで隙間時間に最適だなと。最適です、はい、でこれどうやるかなんですけど、めちゃめちゃ簡単です、はい、これもね正座するんですよ、うん、この正座のやり方は、ヨガの正座のやり方を使います、うんうん、前にやった、うん、人生を変えるときめく星座、星座の、はい、3つ目で説明してますので、まだご視聴出ない方はぜひチェックしてほしいんですけど、うん、はい、3つ目はどんな星座でした。金剛座でしたっけ。そうですね、名前だけは覚えてるんですけど、そうです、そのかっこいいやつです。かっこいいなっていう印象があったんで、ダイヤモンドシッティングですね。ダイヤモンドシッティング、はい、それがめっちゃ強烈に残ってるんですけど、具体的にどうやるのかまではちょっと落としきれてないですね、はい、具体的には復習しなきゃいかんですね、それは、ね、はい、復習しなきゃいけないです。これは、星座って日本のものだと思ってる人多いんですけど、はい、実はヨガのポーズでもあるんですよね、うんうん、ヨガの重要なポーズの一つで、うん、バジュラアーサナ、バジュラアーサナ訳すと金剛座、金剛座、ダイヤモンドの座り方って言うんですけど、うんうん、これが要はね、ヨガ版の星座なんですよ、うんうん、でこれどうするかっていうと、日本の星座はこの足をねこう開いてる人を開くことが多いんですけど、うん、まあ、拳2つぐらいこう足を開くんだけど、うん、バジュラアーサナっていうのはもうこれを閉じる、うん、でももこれ太ももだとしたら、うん、もももこうガシャッと閉じるんですよね。うん、金剛のように閉じる、肩かつと、はい、書いてますので、はい、ここを閉じてそれで正座するんですよね、うん、足はちょっと開くと、はい、で足もあんま重ねないで少しこう、うん、親指を、まあ、親指がちょんとこう当たるぐらいのポジションにして、うんうんうん、であとはさっき言ったもう正座の基本、うん、おへそを前に出す、顎を引く、で頭をボーリングの球だとして、うん、はい、重さを調節して体の中心軸にちょこんと置く、うん、で手はこのチンムドラっていうね、はい、このムドラをして膝の上に置くと、うん、まあ、これがヨガの正座、うん、はい、バジュラアーサナなんですけど、はい、これの一つの効果として、はい、この消化を助けるというのがあって、うんうん、この体の線をまっすぐにしてるとですね、非常にこの消化活動が活性化されて、うん、はい、でスムーズに消化が行われていくんですけど、うん、多分その効果もあってか
これ食後食べた後ね、2、3分でいいですよこれ、うん、めっちゃ短くていいんで、うん、これもいいところなんだけど、はい、2、3分やってるともう本当にすぐトイレ行きたくなるし、すごい、トイレ行きたくならないまでも非常にこの何て言うのかな、この食べた後ここに溜まってる感じがあると思うんですけど、うんうんうん、それがスーッとこう抜けていく、もうこれは体験してもらったら分かるんだけど、はい、でさっき歯ブラシの瞑想をしたじゃないですか、はい、歯ブラシの瞑想、はい、でもうこの時から瞑想始まってるんですよね、私的には、はい、うんうんうん、食べた後歯ブラシの瞑想するじゃないですか、はい、でその時正座してくださいって言ったじゃん、はい、もう変だけど、はい、キッチンでも台所で正座するって変だけど、はい、してくださいって言ってたのは、はい、もうあっこからこの食べた後 この消化にいい瞑想が始まってるんですよ、うん、つまり歯ブラシの瞑想の時にもうスタートしてるから、はい、同時に2つ瞑想してる感じなの。おー、めっちゃいいじゃないですか、はい、消化にも良くて歯磨きもしてて、はい、さらに瞑想にもなってるんですよ。おー、いいだから2と3は、いい実践ですね、はい、2と3を組み合わせてやっちゃえばいいんです。組み合わせ、はい、いや初めて来ました、瞑想の組み合わせ、うん、いいですね。そうやってなんでかって言うと、やっぱり 2,3 分でもわざわざ座るって結構ハードル高いそうですね。めんどくさいね、うん、もうベッドが横になったらベッドに行きたくなるんだよ。行きたくなります。だったらもう歯ブラシの段階でやっちゃえば、これはいいですね。自然にこの座る瞑想、座る瞑想というかこの消化を助けるこの正座の瞑想に入れるんで、はいはい、これいいなと、僕はこのリズムがいい。うん、そうですね、本当に。でこれが1日3回ないし2回あるんで、うん、はいはい、リズムとしても瞑想の継続リズムができてくる。で私のね、タイで瞑想を勉強させてもらった時に、はい、そのタイの、先生がですね、うん、聞いたんですよ、私今このタイのお寺で瞑想してたらすっごいいい感じなんですよと、うん、でも日本に帰ったらこんななんかみんなでお坊さんでみんなで一緒に瞑想するとかできないんで、うん、ちょっとこの続けれるか不安なんですって、うん、まあ、同じような感じを持った人たくさんいると思うんだけど、うんうんうん、リトリートの時はいいんですけど、うん、あ、日常に帰ったらどうしましょうみたいな、はい、よく聞くと思うんだけど、はい、まあ、同じ質問をしたんですよ、うん、その時にその、まあ、本当にいい方だったんですけど、その方が言ってくれたのは1日3回瞑想したら、うん、絶対退化しないみたいな。へえ。絶対もう後戻りというか瞑想が進まないってことはまずありえないみたいな。1日3回でいいんですか？3回でいい。時間は問わないって言ったんです。時間問わないんですか？うん、長かろうが短かろうがいいみたいな。あ、すごいですね。1日3回でいい。へえ。3回だったらもう絶対大丈夫みたいな。はい。結構確信を持っておっしゃっていただいて、あ、そうなんだと思って、うんうん、それならできそうだな。確かに。思ったんですよ。はい。思ったんですけど、できなかったんですよ。1日3回めっちゃ難かったんですよ。それは当時は座る瞑想してたんですか？はい、座る瞑想してた。ガッツリ1時間でやってました。1日3回座る瞑想ですか？朝1時間はもうマストでやってました。はい、夜もまあ30分ないし1時間ぐらいやってた。いやー、それは続かないです。続かなかったですね。リトリートとかその修行から帰ってきた1ヶ月2ヶ月は続いたんですよ、うん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 、でもその後全然続かなくなって、はい、でもずっとあの先生の言葉があって、どうしたらこの3回っていう要件を達成できるかなって考えて、はい、あ、なるほど。考えた結果がこれなんですよ。おお、その3回も達成できますもんね。食事のためにやれば自動的に達成する。おお、退化することはない。そう、すげえ。で短いんですぐできるし、はい、で体にもいいんですよね、うん、消化助けるし便通も良くなって、うん、一石三鳥ぐらいあるんですよ、うんうんうん。これは本当短いのに効果もあって、はい、本当にいいなと思ったんで、うん、リズムを生み出すっていう意味も含めて、はい、ぜひ、はい、食後の時間、はい、食後の隙間時間はね、うん、有効利用していただきたいと思います、うん、はい。今回は瞑想するのに最適な時間はいつっていうテーマから始まって、はい、かなりいろいろと盛り盛りで。確かにそういえばそういうテーマでしたね。はい、そういうテーマです。はい、はい、いつ瞑想すればいいの、うん、はい、テーマでございました。まあ、そこに対しては朝、そうですね、だったんですね。もう一番の回答としてはまず朝と、はい、でもまあ人間なんで、はい、意志強くないんで、はい、朝無理っす、はい、っていう多くの人のために、うん、隙間時間っていうね、うんうんうん、
プラクティカルな実践法を紹介していきました、はい、で3つ紹介してきましたよね、うん、はい、通勤通学の間の歩く瞑想、歩く瞑想と食後のこの歯ブラシ、歯ブラシで歯ブラシの瞑想ともくっつけられる食後の 2,3 分のこの正座の瞑想、うん、3つご紹介してきました、はい、どうだったでしょうか。この話してる間でもねちょっとシェアしたんですけど、はい、日常自分がしてる動作でどれを瞑想化できそうかっていうのを探すのが今めっちゃ楽しみです。おー、いいですね、はい、いいですね、はい、もうあこんなんも瞑想にできるかっていうね。そうですね、めっちゃあると思うんで、それを一個ずつ積み重ねていけばよりこう実践を深めていけそうですし、それこそさっきの歯ブラシの瞑想かける正座は、うんうんうん、本当にすぐやろうと思います。あ、もうぜひやってください、うん、もう明日からできるし、もう 2,3 分とかで終わるんで、はい、で直樹くんもね新しいスタイルの日常の瞑想っていうのを発見して、発見していきたいですね。またね、あの企画を作ってもらえたらいいと思うんだけど、はい、あのそういう方絶対たくさんいると思うんで、うんうん、そういう方にヒントになる本があるんでちょっと最後に紹介したいと思うんですよ、はい、これはティク・ナット・ハンさんの本で、うん、ティク・ナット・ハンさん、ブッダの幸せの瞑想っていうのがあるんですね、うん、まあ、この中にはいろんなティク・ナット・ハンさんの、マインドフルネスのプラクティスってのが載ってるんだけど、うん、はい、当然ティク・ナット・ハンさんもよく分かった人だから、うん、日常動作の、はい、瞑想っていうのたくさん入れてるんですよ、うんうんうん、でそれに特化した本があるんだよね、はい、まあ、ちょっと Kindle 版でしか持ってないんですけど、はい、ね、ブッダの、ごめんね、これです、今この時素晴らしいこの時、あ、持ってます、プレゼントモーメント、ワンダフォーモーメント持ってます、はい、これがそれ歯ブラシの瞑想とか、あったか、運転の瞑想とか、はいはいはい、皿洗いの瞑想とか、はい、いろいろ載ってるんで、はい、多分ヒントになると思うんですよね、うんうんうん、あ、こんなも瞑想にできるんだって、うんうんうん、こんなスタンスで日常動作に付き合うんだっていう、はい、あのいいヒントになると思うんでぜひ参考にしてほしいんですよ、はい、ちょっと紹介してもいいですか、はい、まず歯磨きっていうところですね。歯磨きする時のマインドフルネスの姿勢を紹介したもので、うん、歯を磨き口をすすいで清く優しい言葉で話すと誓う、正しい言葉からは良き香り、心の庭に咲く一輪の花、うん、はあ、素敵ですね、うん、次は車の運転というところ、発車の前に確かめる自分がどこへ向かうかを、車と私は一心同体、車が急げば私も焦る、なんかすごい安全運転できそう、うんうん、最後に皿洗いの瞑想、お皿を洗うのは赤子のブッダに産湯を使うようなもの、日常こそが神聖、普段の心がブッダの心、うん、いいですね、はい、なんか皿洗いがなんかすごい神々しい感じ、うん、そうですね、はい、まあ、こういうお坊さんの世界ではこういうなんかね、あのお風呂とかトイレとか、うん、あの洗面所とかにこういうなんていうか、うん、短い詩を貼って、はい、あの気づきのなんていうか気づきのアシストにするっていうのがよく行われて、うんうん、まあ、これ使えるのでティク・ナット・ハンさんも皆さんどうですかということで、うん、こういう、今この時素晴らしいこの時、うん、こういう詩をたくさん集めて、はい、解説もつけて、はい、作ってもらってるので、うん、ぜひ読んで活用していただけたらと思います、はい、他にもトイレ、入浴、電話、あとテレビをつけるとき、うん、コンピューターをつけるとき、まあ、いろいろあるんで、本当に何でもこの隙間時間、うん、日常何でも瞑想にできるんで、うん、ぜひですね、うん、あの今日からあなたも、もうあなた自身のオリジナルの瞑想っていうのを見つけてもらって、うん、はい、ぜひね、このコメント欄でもメールでもシェアしてほしいですよね、はい、こんなありますけどどうですかっていうことで、確かになんか大丈夫ですか、コメント欄大喜利みたいになってこないですかね、コメント大喜利大歓迎、ね、コメント欄大喜利みたいになってきそう、大歓迎、それもそれで楽しみですね、はい、あの私も返していきたいんで、ああいいですね、こんな盛り上がってたらいいですね、うん、はい、もういくらでも発展の余地あるので確かにぜひお待ちしてます、はい、はい、今日はあのありがとうございました、ありがとうございました、本当に皆様からのですね、はい、そういうご提案大変楽しみにしておりますので、うん、はい、ぜひ楽しんで、隙間時間を瞑想で
実践してみてください、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ロータスラジオ、今回もご視聴ありがとうございました。ご意見ご感想等いただけたら大変励みになります。メールアドレスはプロフィール欄概要欄よりどうぞ。それでは次回もお楽しみに。